証拠取っときます、はい、これこれなんですえ、来年の3月カジさんカジさん、来年の3月証拠残る、あ、ダメですか漏れなくね、漏れなくね、3人の日でしょ、この人は行くんでしょ、3人の日でしょ、3人の日、3人か3、3、でも3人、3人乗っていきますよ、3人1台直しますそれ、ね、急に喋らないのがあったんですよカジさん、もうそこはやめ残さへんと、記録には残さへんとオフレコやと、まあ、言ってくださいほな、3月、はい、お願いします、まだ決まってない、まだ決まってない、まあ、3月にやるんですよね、3月にやろうかなと思ってます、はい、はい、まあ2日か9日、はい、かになんか、スポラン山、ね、山梨スポーツランド山梨で、はい、36あると、はい、だけどだけですか、ラパンダメですか、ラパン OK ですね、ラパン OK ですか、はい、OK、ですということで、はい、はい、来てくださいえ、どういうことそういうことで、はい、増やしていこうとしてるんやね、ちょっとなんか宣伝して、せっかく、あ、増やしていこう、うん、なんか、ね、頑張ってやろうっていう、で今日は何の集まりかっていうと、いっぱいね、いっぱいアルトーナが来てはりまして、今弁当食べてはりますわ今ね、ここ弁当食べてはりますヘルシーな感じですねっていうか、なかったんすよ、なかったなかったっすよ、こっちは午後からも走るで、こっちは帰る山梨からなんか下道できたらしいですよ、びっくりですね、で下道で帰るんですか、いや、まさに帰りは、はい、え、行きは下道で何時間、9時間、まあ早いね、早い、俺もっと前かかったよ、そうよな、全然かかった、もっと早い、早いな、京都行けるだけで偉い、時間かな、そうやな、ね、帰りは高速 で何気に俺クラスさんも初対面ですよね、何回かはお会いしますか、思いますか、顔見てます、いや、話してます、ご挨拶、話は多分してないですよね、あのすれ違いが多いんですよね、結構、あ、そう、うん、なんかクロスレーシング言うとかんでいいですか、ほんま、なんか あのステッカー宣伝しとかんでいいですか、買ってありますね、これないじゃん、ダメじゃん、ダメじゃんなんなんだよ、大学さんのマフラー自分でつけました、あ、それ見ましたよ、自分でつけたんですか、そうなんですよ、結構純正抜くの大変やったんじゃないですか、大変でした、でも、もっとうるさいものかと思ったら静かでびっくりでした、いいでしょ、はい、お待ち乗りできますからね、まだ出てこないですかね、出てこないですまだ出てこないですか、この間は足も買いました、そうね、超高級足を手に入れた、手に入れて、もう言い訳できないですね、もう言い訳できないですよ、ECU も入ってる、そうなんですね、ECU も入ってる、うん、アースも入ってるか、あ、アースも入れていただいてありがとうございます、その世話になってます、私の車も出てきました、出てきますか、矢印ステッカーね、はい、これをどこで売ってますか、これはどこでも売ってますよね、どこでも売ってる、お近くのオートバックスで、お近くのオートバックスで売っとるかヤフオクとメルカリ、ヤフオクとメルカリ、あと DM くれれば、あー、じゃあツイッターに DM を、ツイッターの DM で、はい、ツイッター貼っとくんで、ついてください、はい、こんな感じで、もういろいろあるんや、いろいろあるんや、これで、あとこれキーホルダー、キーホルダー、一番新しい商品です、はい、かわいいんですよ、買ってください、ぜひお買い求めをお願いします、お願いします、これで、あのレースの資金をそうです、レースの資金を私のクロ
なりますんで、皆さんよろしくお願いします。お願いします。他にもあったよな、なんかちっちゃいなんか抜き方がわからないとかね。ああ、それはゆわちゃんだけのオリジナルなんです。私が勝手に。人は関係ない。あ、関係ないですか。です、これクロスレーシングはそれには噛んでない。噛んでないです。私はクロスレーシングダメです。ややこしいな。まあまあまあ、はい、YouTube の人。どういうこと？どういうこと？すごい。普通にスマホ向けてるだけですよ。いやいやいや。はい。さよなら。こっちが引くわ。さよなら。ちょっと難しい扱い方がちょっと、はい。扱いが難しいんで、はい。はい、まあそれを売りつけられとった先やから。売りつけられとじゃないですよ、簡単に言うとね。三六の輪をあれで広めていこうっていう。もうやめてやめて助けてはい、久しぶりやな、みんなな、久しぶりやな。向こうはな、あ、はい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 牛が走ったの見とったよね。あの上から手振ったんやけど気づかんかったよね。シェイクダウンなんで。シェイクダウンやったん。シェイクダウン。そうなんや、はい、車ないから、うん、別の車でシェイクダウン。いやいや、車あるある。車あるある。黒いやつな。あれ黒いやつのと。なんで今日あるとって書いてない。プレオ、うん、あれメイン。早くあれ取りに行こうよ。どうやってみんな走ったんかいな。みんな走ったんだ。そう、あの、まあ、2人が車できてないから、ああ、見学で2人。どうでした？まあまあ12秒フラットの人。おお、まあ、朝よう冷えとったんちゃうんですか。いや、そうでもない。10度は超えてたから。ええぐらいのコンディションやね。まあまあ、まあまあね。前回もうちょっと寒かって11秒やったから、もうちょっと頑張って。もうちょいというか、もう氷点下やったから。5回やったもんね、前回はね。前回2度3度ぐらいしかないです。昼からもね。昼からも。もう午前中で50周走った。マジ。52周走った。おじさんの車でも3周だから55周走りました。今日の今のところの一番走ってるのはユダ。ベストタイプ的にはベストタイプ。はい。そりゃそうや。そりゃそうや。そうや、不調やからな。困っとうよ。どうやってこれ編集最後まとめてえんかが。どうやって編集最後まとめてえんか。そうだ、カピタンに落としてもらおう。いつもの。もうええいいじゃん。あ、カピタンでも無理やった。俺カピタンに落としてもらおう。カピタン。もういいっしょ。何周走ったん？意外と走ってなかった。タイヤ変えたんちゃん。22周か。いや、もうちょっと、いや、30なんか。どうなん。いや、32周。初心。だって結構僕の追いかけっこしてる時走ってた。うん、あの時10周連続で走っとったから。あ、32周ですね。まあ別に何種でもええけどな。冷たいな。なんで。別にカピタンが走ろうが、あの何種走ろうが関係ないけどな。愛車紹介しておきます。変わりましたよ、愛車紹介。この前フロントが純正になったんやろ。じゃあすよ、藤本さん、今日の愛車紹介ここっすよ。ここ。ああ、プレオ。プレオの愛車紹介。こういうのあるというもん、ちゃんと紹介してもらっていい。お前で。
でも、あの、出場回数は一番多いと思うで、見切れてる回数は。見切れてるは間違いない。見切れてる回数は一番やと思うで。誰のアルトよりも一番見切れてんで。一番映ってる。うん。惜しいのは。うん、間違いない。間違いない。断片的に。部品取りしたや思われてる。ちゃうからね。綺麗な部品取りした。放置車両やからね。もはや放置車両状態になっとるからね。みんな頑張ってんねんで、でもあれに関しては。みんな頑張ってんねん、あれ。増車したんです。増車ね。じゃないと増車しません。これはハルトさんの。これ。うわ、ほんまや、めっちゃ走ってるわ。で、綺麗に揃ったでしょ、割かし。秒数。1秒ぐらいの間で多分収まったと思うんですよ。1秒半ぐらいで収まったっすね。うん。まだね、今日は12秒ぐらい。12秒077。もうちょいですな。11秒台。今日あれだいたいこれぐらいで揃ったっすよ、タイム。安定してるのがいいっすよね。キャンプですか。ラーメン作ろう。ああいいっすね。いいっすね。どうでしたタイム。14フラットなんで、まあまあ、前よりは落ちてるんです。落ちてるんですか。前何秒やったんですか。10とか11早いですね。そうですね。そうだね。今回は初めて広島から。広島から足はラインナップさんの、はい、あの実家帰って山走りに行った時に知り合ったんです。え、広島実家なんですか。広島です。で山で知り合った。そう山ちょっと走りにもう何十年ぶりにちょっと行ってみようかなって言ったらたまたま会って、で意気投合して、でこれがあるよって言若い子ちょっと呼んでみようかなみたいな。すごいつながりやね。まさに一期一会ですね。私もラインナップさんのやつちょうど同じなんで。じゃあそれまではラインナップさんとか知らなかった。ね、この車買うまでは知らなかった。すごい、いろんなつながりあるもんやね。ちょっと横へ広がっていくの。みんな若いからね。昼からも走ったんですか。走りました。あとサーキットは どんな感じなんですか。何回目。ここは初めて、ね、ここは初めてです。高田とかあっちの方、広島の方。広島の方や。はい、じゃあ早さん昼からも、はい、頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。事故ないようにだけ安全運転で。それだけ。はい。いや、こんにちは。茨城から来ました秋と申します。いつもツイッター見てんで。ありがとうございます。そうなんよ。これ、はい、こうフェンダー黒いの何なんで黒いんかなと思っとったら、こういうことなの。本当はバイナルをプラスしたいんですよ。で青と黒で今デザインを大元を作って、うんうん、後でカッティングシートで仕上げたいんです。その準備で黒なんです。だそこまで今お金が回ってなくて、まだ完成じゃないんや。完成じゃないです、見た目は。そういうことなんや、はい、なんかもうヘッドライトもえらいことなってんな。あ、そうですね。これ自分で割って、うん、イカリングを入れます。イカリング入れて、こっち曇ってんな。そう、今度は開けなくちゃいけない。開けなくちゃいけないな、はい。でここがナインが特徴ないな。あ、そうですね。よしてやろ俺。すごいやろ。X 情報すごいやろ俺。
なんでここ撮った？あ、冷却で。いや、あの、みんなやってないから目立つかなみたいな、グリルついてみたいな。なんかでも雰囲気だいぶ変わるもんね。そうです。うまいね。変わるわ。一番のセールスポイントだけ教えてもらうとこ。セールスポイントはロールケージと天井なし。ロールケージと天井なし。ちょっと見せてもらっていい？内装を。ああ。いやちょっともうこれガチで走る感じの仕様っていうこと。ですね。車は腕が追いついてないです。僕普段でも茨城やったらどこで走ってんの？普段はあでも本当に走行会とか参加するぐらいで、それこそ山梨行ったり、そうですそうです。この間も山梨のフリーの日に行ったりとか、あと東北方面福島とかの走行会とかあれば。なるほどね。あの筑波サーキット家から20分なんですけど高いんで行けないんで一番近いと。筑波あそうやな近いな。そうです近いんですよ。茨城ってあとなかったっけ？ないんか。ないですね。ないんか。成田の方とか千葉の。福島とか。あと埼玉。埼玉とかその辺に遠征して、はい、行きたいですね。いつかは筑波で。いつかは筑波。まあ、茨城まで今日帰らなあかんけど。そうですね。もう昼からも走る。走ります。あと55周走れば100、ね、それ今日の目標ね。今日の目標、はい、で終わったらマラソンちゃうんやから。終わったらみんなと飯食ってもう夜通し走って、明日仕事、朝は有給取る。有給さすがにね、はい、安全運転でね。そうです、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お気をつけてね。サーキット走行も気をつけて走ってください。はい。だから松尾落としてもらおうか。落としてもらおう。落とす、うん、一番苦手なんで締めやな。大丈夫、うん、大丈夫。これ見てください。36名の方が皆さんね来てくださる。36だけに。もう何も言わへん。全然何もない。ツッコミなかった、俺のツッコミがなかったら松尾がどれほど思んないかっていうのを。漫才ってそういうもんですよ。俺のツッコミ聞いてください。え、俺いるやろ。いるやろ俺。まあ漫才ってそんなもんですか。そうそうそう。取られてますよ。取って取る人間は取られてますよ。本当だ。落としてくれ。いつもこうやってたんですね。すごい。ただのファン目線。めっちゃやりにくいよ。めっちゃやりにくい。めっちゃやりにくい。年齢も30ぐらい離れてる。娘ぐらいの年だ。もう恥ずかしい。めっちゃやりにくい。なんか最後、はい、じゃあ最後一言。山麓の日、山梨に来てください。一緒に牛狩りしましょう。なんでやねん。なんでやねん。落ちたわ、ありがとう。牛落ちた、ありがとう。どうも。